あ、タツです。9と、10とオリジョン参加させていただいて、9はビッグバンのチャンピオンと勝って、10は樋口さん推薦の同じグループいるんですけど、阿部さんに勝って、本戦流れてるんですけど、まあ、正直自分はここにスパーリングしに来てるわけじゃなくて本戦出に来てるんですね。まあひな壇のふんつり返ってるやつら、なんか殴り合い自信あるやつ誰かいればバチバチできるかなって、本戦でちょっと自分の戦い見させてもらえば後悔させないんで、誰か自信あるやつはいないの？ご飯とかいいんじゃない？ビッグバンで何キロで戦ったんですか？いや、ビッグバンのチャンピオンを倒したの。弱いでしょ、ご飯。何キロのチャンピオン？そいつは知らねえよ、何キロだったら。今体重何キロ？77。別に俺今日ここでスパーリングする気はないんで。一応言っとくと、そんな選べるポジションじゃないからな。あの、応援してるけどさ、俺はいつも今まで毎回カットされてるのには理由があるから、一応伝えとくけど、はい、だからそれでさ、ひな壇降りてやりてえやつって言ってもさ、誰もいないだろ、そんなもん。応援してるから言うけどさ、もう本当申し訳ないって気持ちはあるのよ、使ってあげたいって。だけどそれ視聴者が望むものを演出撮影側が一生懸命考慮して実際絵を使ってるから、だから君の問題だから、はい、うちみんなフェアだから。オッケー、今のもそれを俺とやりたいやつって言ってもさ、誰も手挙がねえからさ、そうそう、